はい、どうも、メヘロジさんです。百田直樹先生が作った、日本保守党っていうのが爆誕しましたということでございます。はい。まあ、今日の夜中に、20万人ツイッターの登録者が突破してですね、今、ヤフートレンドの1位になっております。はい。で、まあ、個人的にはですね、自民党保守を応援してた身なんですけども、まあ、今の政治が不甲斐ないであるとか、外交姿勢がどうやねんっていうところ、あるいは移民政策ってちょっとありえへんでっていうところで、日本のその保守の方はおそらく百田新党を、まあ、日本保守党に入れるんだろうなと思います。まあ、これがどこまで票が取れるかっていうところが問題で、正直なところ保守で言ったら日本第一党とか、新党国盛とかもあったんですけども、いかんせん票が取れないと。でもこの百田さんのやつは票が取れるし、力影響力を与えることができるかもしれないっていうところで多分注目されるだろうなというふうに思ってございます。以上です。